え正直使われましたとというところですあのー、今回はえ非常にボリュームも大きくてですねまあ作るものが多かったっていうのとえそれからチームの規模も大きくなりましてそういう意味では非常に今までになかった大掛かりな開発になりましたんでその辺いろんなえ今までなかったえまあ 苦労とかありましたけども、えー、まああの完成して良かったと思います。正直なところですね、あの前作はあれで、えー、完結してたんですよ。であの次のことを全く考えずに、えー、まあ、最後の、えー、エピソードが出てくるんで、えー、それを活かしたまま、えー、本作に続けるっていうその。 後でまあお話を続けていくっていうのが非常にまあ難しかったんですけどあの当時はあの本作のことは考えてなかったです。あの前作で完結したお話として設定しました。あのまあ前作で非常に評判が良かったんですよ。であのスネークさんっていうのはあ前作まあ前前作というかその最初のメタルギアからずっと踏襲しているキャラクターなんですけども。 えー、もう伝説の傭兵というふうになってしまいまして、えー、ゲームのシステム的にですね、えー、新しいユーザーが入り込めない、えー、例えば無線機で、えー、スネークこういう時はこうしろっていうその設定上非常に無理が出てきたっていうのが一つあります。それと、えー、あの小説でいわる一人称の小説で主人公が別にいるやつってありますよね。 でそれに近い形でスネークからちょっと距離を置くことでスネークをさらに深みのあるキャラクターに仕上げることができるっていう狙いがありました。あの語り部はプレイヤーなんで新しいキャラクターになりますけれどもあくまでも主人公はお話の中の主人公はスネークであるとそういう持っていき方ですよ、ね。まあ前作と本作がそれぞれテーマがあるんですけどもその。 2つを、えー、合わせて1つのメッセージになるような、えー、風になっています。前作があの遺伝子からの脱謝といいますか、えー、親から子供に遺伝情報が伝えられて、えー、その遺伝情報にいろんな可能性が、えー、秘められているとで、それをどう使うかはその人の、えー、生き方によるっていうそういうテーマでした。で本作はですねその遺伝情報に載ってない部分 えー、例えば、えー、人の歴史と,歴史とかです、ねえー、文化とか、まあ、歌とか絵とかですけども、えー、考え方とか、えー、感情とかっていうのを、えー、どう伝えていくかっていうそういうのがテーマですね。でそれにデジタルっていうのをキーワードをかけて描いてます。あのですから、まあ、遺伝情報に載ってない部分っていうのは、えー、我々は、まあ、昔からですね えー、石板とか、えー、文字とかですね絵とか歌とかそういったもので伝えてきたんですよねでその中でいろんな選択があって人から人に言葉を伝える時に、えー、ある程度改変されたりそこに選択があってそれがどれを伝えていくかっていうのがその人の、えー、価値観であったりするんですけどもそれがデジタルになった時に、えー、どうなるんだろうっていうのが、えー、今回のテーマですね。 で前作と本作のテーマを合わせて組み取っていただければと思います前のお話は知ってますからそのままの形でここまで変わったよあるいはスネークがこうなってますよっていう部分をまず伝えるのが短歌編です。で前作の話を全然知らない人スネークのことも知らないしメタルギアが何かも知らないっていう人はそういうお話を 最初に伝えないといけないいいとけですよねでそれをデモで見せるのは非常につらいんですよね。でそういう人のために全く違うエライデンというキャラクターを登場させてメタルギアが何かっていうことも伏せておいてそこで体験していく過程でメタルギアが何者かでどういう兵器であってそこにスネークとタコンとかっていう前作の話がこう並行して進んでいってある程度いくと前作の話が分かってくるとそういう作りにしました。だから入り口が2つあるということですね 前作のユーザーと新しいユーザーは違う入り口から入って途中で合流して本作と前作の両方を共有したゲーム性を体験するというそういう仕掛けです。僕はもうあのバンコク世代なんでロボットが大好きなんですよ。ロボット のエンターテインメントっていうのは非常にこう期待もしてますしえ何らかのえまあお手伝いといいますかそういうことをしたいなと思ってるんですけどもであのまあ僕らは十何年間ゲームを作ってきましたんでそのゲームで使ってきたそのデジタルのえノウハウエンターテインメントのノウハウとロボットとえこ,れから伸びりまこれから伸びていくそのネットワーク この三つを合わせて、えー、新しいエンターテインメントができないかなとは考えてますね。あのどうしても僕らは VR の VR の中でどこまでリアルに作れるかというのを、えー、追求してきましたんで、えー、ただそこのどこまでも作り込んでいくんですけど、それってあの実在しないんですよ。虚構の空間なんで、そうなってきたときにロボットっていうのはやっぱり手で触れるものなんで、えー、その。 手触り感みたいなのを、えー、大切にしてあら新しいものを作っていけたらなと思います3年かかりましたけどもようやく、えー、完成しました、えー、楽しんでください混沌としてるゲームだなっていうか いろんなものが混じってるし、出てくるのは親父ばっかりだし、変なゲームだなっていうのは正直なところ感想ですね。他のゲームとは全然違うっていうか異質なものがあるんで、その辺すごくいいなと思います。まあそのメタルギアと親父が戦う部分とか。 アクションの部分かなり前作より力入ってるかなと思うんでその辺見てもらえれば嬉しいですね。このロボットっていうのとは別にまたパワーードスーツっていうのがまあ僕の中の永遠のテーマなんですけどまあトイレ行ってる時も電車の中でもなんかこうパワードスーツを考えてたりするんですよ。そういう意味で言うとまあ反り出すの着てる。 まあ,あれも一種のパワードスーツだとするんですけどその辺の、えー、あれは前回の忍者が言いましたよねあの強化外骨格の、えー、進化形態みたいな形を想定してメタルギアの中での一種のパワードスーツっていうのを、えー、表現してみたんですけど。 ライデンというキャラクターが出てきたっていう、えー、元になったのがあのねですね前回モニターチェックメタルギア1ソリッド1の時にやったモニターチェックの時にある女の子が親父ばっかり出てきて「こんんなゲーム嫌だっってて書いてあったんですよそうか」じゃあなんか美形なかっこいい男の子でも書いてみようかなっていうのが。 おそらく最初だったんじゃないかなって思います。うん、でそういうことがありつつですねまあそれが現実になっちゃったんですけども、えー、キャラクターをデザインするにあたってっていうのは特に僕の中の,そのかっこいいキャラクターっていうのをそれを素直に出しただけなんで、うん、まあつ ディティールとか細部の爪っていうのはやっぱりしんどいんですけど PS2 になって細部までポリゴンで表現できるテクスチャーもえー解像の高いものが使えるっていうのがあったんでえ細かいディティールをんー詰めないといけないでポリゴン作ってるキャラクターあスタッフもここどうなってるんですかっていうふうに聞いてくるわけですよ。 筆で描いてるとこ分かんないとかって言われてじゃあ今日は今回は筆なしやみたいな鉛筆で全キャラ描かないといけなくなっちゃったんですよ。で鉛筆ってあんまり得意じゃないんでそれがうんどっちかっていうと難しかったところですね。今回もほとんど素直に、えー、描いたつもりなんですけど、えー、僕の。 絶対これっていうのはソリダスぐらい、ソリダスの、まあ、あの強化外骨格というかパワードスーツぐらいだったんですけど、あとはかなり素直に僕なりには書いたつもりです。まあ絶えずこうどんなものにしようかとか考えてはいるんですけど、えー、何枚も何枚も書いてで初めて。 出てくる,ものもあるしそのある時ポッとこう出てくる時もあるしその中でもまあ何枚,い何枚も何枚も書く中でもまたさらに計算されてえ初めて出てくるアイデアとかキャラクターもいますしその枚数書いてる時にこう筆がずるっとこうずれちゃった時にいいのが出るとか。アクシデントを いい方向に持っていく時とか、そういうのもあります。そうですね。やっぱり上司ですし、えー、まあ一言で言うと怖いなっていうのもありますよね。だからいつもこうコイルのようにこう泣きながら仕事をしてる。<laughs> それぞれやっぱり、うん、プレイする人によって思うこと違うと思うんですけど。 それぞれの人の考えというか、えー、思いっていうのが、まあ、おそらくプレイした後に出てくると思うんですけどそれを、えー、うんどう自分が感じたのかなっていうふうに、えー、プレイした後も思ってもらえれば嬉しいかなと思います。